ガンとサナエのフリーサイズチャンネル。本日も始まりましたフリーサイズチャンネル。フリーサイズのおかん山口です。どうぞよろしくお願いいたします。本日のおかんのお衣装はこちらでございます。素敵やないの言うてね、ただの豹柄じゃないんです。広げたらえらいことこんなんなるんです。もう画面いっぱい、もうまるであのジュディ・オングさんバージョンの豹柄でやらせてもらっています。いつもだね、ここにバーンとね、なんか豹や虎いてるんですけども、ここにね、いたりするんですよ。今日はなしで、もうシンプルな豹柄の、ちょっとストライプ入ってますけれども。今日はおかんの調べ物ということで、こちらを調べていきたいと思います。じゃん。人類皆麺類。こちらね、あの人類皆麺類というラーメン屋さんのラーメンなんですけれども、こちら、あの、阪急の南方駅になるんですかね。のところにありまして、いつもめちゃくちゃ並んでるラーメン屋さんなんですよ。まあ、おかんの自転車圏内で、まあ、よく通ってるんですけども、なんやったら台風の前の日というか、もうすぐ台風来るでっていう時でも、もう30人40人並んでるようなものすごい人気のラーメン屋さんなんですけども、こちらがなんとね、まあ、ローソンと提携したんですかね。こちら監修ということで、このラーメン、ほんまやったらお店で食べたら800円のラーメンなんですけれども、こちらやったらコンビニやったら、こちらが598円、ちょっとお得ですよね。ちょっとこちらを食べていきたいと思います。ちょっと見てください。今ね、蓋開けてみたんですけれども、このラーメン、あの仕切りとかがない、あの別添えのスープっていうかな、普通なんかこうやって袋にたっぷんたっぷんのスープ入ってて、あ、かけて食べてねみたいな、じゃない。もうなんか多分ここが、あれちゃう？ゼリー状みたいな感じのスープになってる？わからんけど、ね、いやもうめちゃめちゃ重いですもん。だってこんな、ね、こんなええ感じでなってるけど、下半身？ここめっちゃ重い、そこの方が。ちょっと温めていただきますね。はい、電子レンジで5分加熱いたしました。見てください。ほら、ちゃんと汁出てきた。やっぱね、下の方に固まっとったやつや。めっちゃいい匂いする。めっちゃなんか貝系のラーメンの匂い。ではいただきたいと思います。はい、それでは。ああ、こぼれた。はい、いただきます。まずはお汁から。あっさり。あっさり醤油やけど、めっちゃなんか深い。あ、貝なんか。これが？おお。汁だけでなんぼでも飲める。では、麺いただきます。プリップリや。すごいな。こんなにプリップリな。ええー、うまっ。なんか思ってたんとちゃう。こういう系ってね、もうなんか、あの、監修しましたよっていうだけで、あー、みたいな感じになるんかなと思ったけど、あ、美味しい。へー。ね、これじゃ、メンマも。歯応えあって美味しい。いや、うまいわ。あ、そう。あ、うまいわ。おいしい。では、このどでかチャーシュー、めっちゃでかないですか、ほんま。1センチぐらい？ 1 センチ以上あるんちゃう？すごい。じゃあもういただきます。あ、しっかりチャーシューや。
美味しい。うんうんうん。あ、そう。あ、そう。いや全然。あ、そう。美味しい。結構ね、私あの YouTube でラーメン食べに行ってる動画をアップさせていただいてるんですけども、結構ね濃いめの味のラーメンが多かったりするんですけども、いやこれはこれで、あ、うまい、美味しい。あ、もっと食べたいな。あ、そっか。あ、やばい、瞬殺だよこんなん。めっちゃね、ネギの風味も残ってる。シャキシャキや。美味しい。はい、完食です。あ、ほんま美味しかった。美味しかったです。いや、食べに行きたい。ほんま。いや、皆さんもぜひぜひ。なんかね、そのローソンでもあんま売ってない言って、これはあの友達に差し入れでもらったラーメンなんですけども、めっちゃ美味しい。もっと食べたい。あ、そう。あ、皆さんもぜひ試してみてください。ごちそうさまでした。フリーサイズチャンネル、チャンネル登録お願いします。